沢木元夫沢木元を9月27日から1975年12月19日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。太平洋戦争期に日本統治時代の売り買わずボゴル州長官を務めた。東京市にて沢木直則の三男として生まれ、1909年12月に文家沢木直行の養子となる。 1904年10月に陸軍士官学校を16期生として卒業し、11月に陸軍不評少尉に任官、不評第三連隊補充大隊付を命ぜられる。同期には岡村康二陸軍大将、土井原賢治大将、板垣聖志郎大将、安藤都吉大将がいる。1907年陸軍不評注意を命ぜられる。1910年12月に、 陸軍大学校に入校する。在校中に隊員に昇級し、現隊である不評第三連隊中隊長に補いされる。1913年11月陸軍大学校を卒業。1915年から陸軍士官学校教官勤務し、同6年4月には小校生徒試験上地委員を経験する。1917年8月から参謀本部部員に就任。 翌年の1919 19年陸軍兵基本章付けを認じられる。1920年8月に陸軍少佐に進み、1922年2月、不評第44連隊大隊長を命ぜられる。翌年は第13師団参謀を命ぜられる。1924年8月に陸軍中佐に進み、陸軍と山学校教官、その後研究部主事を命ぜられる。 1928年3月に陸軍大佐を任じられ、高崎連隊区司令官を命ぜられる。1930年3月に、不評第46連隊長を命ぜられる。1932年8月に陸軍少将に進級。翌年8月予備役編入される。1933年8月、のぶ十四位。1943年2月、 陸軍事政長官に任じられ、ジャワ売り、河津軍政官ぶつけで売り河津へ、同年4月赴任のため福岡出発。同年5月売り河津ボゴル州長官を命じられる。1944年8月、軍二等随法省を賜る。同年8月、陸軍省軍務局付となり、同年9月、ジャカルタを出発し、福岡に上陸。同年12月岩本官を命じられる。 1945年3月、臨時召集により、徳島連帯区司令官を命ぜられる。1945年9月28日、終戦により召集解除。沢木元の経歴等は外孫である筆者が、父経由受領していた沢木家経図記録より転記した、ものである。ありがとうございます。